国勢かわいいなマジ。いや原神の中でビジュアルはトップクラスに。原神で国勢のことが好きなホヨバースの開発者さん絶対いるからね。国勢やたら優遇されてるイベントとかでは。伝説任務とかないけど、ストーリーでは。怪盗祭でもこのドレスの衣装が出て、ふふ。どうかしらとか言ってマジでデートだった。怪盗祭では優遇されてたし、月酔い祭はエビのポテト包み上げで国勢とデートしたし、今までのイベントストーリーは国勢めっちゃ優遇されてるから、国勢は絶対ホヨバースの中に国勢好きな社員がいる若干ちょっと彩香に映りつつあるけどな。彩香目でかっ。彩香も可愛いね。ビジュアルがいい。で今んとこ優遇されてるのはリーウェの国勢優遇されてる。稲妻だったら彩香が優遇されてますね。神里家 PV で彩香が出たりとかしてるし、稲妻編の顔って感じがする。スネイルだったら今んとこニーローじゃないかな。明らかに 3D モデル気合入ってる気がするプレイは国勢彩香ほどじゃない気がするな。ちょっとニーローは開発者陣にニーローのこと好きな人いそう。